秋月定次郎明治33年1月5日は、日本の武士、教育者。名は、陰影。字は小鈴、号は、意見。明治維新後は、種久氏と名乗る。無子う用種次は、漢学者。下宇佐国発祥千葉市の末裔である、丸山種道の次男として、若松城下に生まれる。丸山家の家督は、長男の種章が次、定次郎は別家として、 秋月生を称する。藩校、日進館に学び、並松名乗と共に、藩内でも、仲裁として知られた。天保十三年に、江戸に留学し、史塾や昌平座科学文書などで学び、また薩摩、長州など諸国を渡る。藩主、松平片森の側近として使え、文久二年に、片森が、幕府から京都市護職に任命されると、公用方に任命され、 片森に随行して上落。薩摩藩士、高崎左太郎らと計画を練り、合津藩と薩摩藩が結んだ宮中空ーたターである8月18日の政変を起こし、藩兵を引き実質的指導者として活躍した。後に、砂漠派の反対を受け、慶応元年には左遷されて、合津藩外交の表舞台を去ることになり、江戸時代間となる。その後は再び召喚されて、 薩摩藩との関係修繕を試みるが失敗。母親戦争では軍事武行転役となり、各地に出陣したが、もっぱら裏方として活動し、戦場で直接戦う機会はなかった。降伏の際には、手白木すぐえもんと共に、会津若松城を脱出し、米沢藩へ赴き、その協力を得て、官軍首脳へ降伏を申し出た。同時に、小川良。 山川健次郎の二人の優秀な青年を面識ある長州藩士の奥平健介に預けた。藍津藩軍事面の重要な役についていたこともあり、稲わしろにおいて謹慎し、明治元年には藍津戦争の責任を問われ終身金固刑となるが、明治五年に特赦によって赦免される。同年、新政府にサイン将棋として出資し、第五高等学校など、 各地の学校の教師となる5校では小泉役もと同僚であった。晩年は東京に住み明治33年75歳で死去。母書は東京都港区の青山霊園。小泉役もは定次郎の合図藩士としての熾烈な過去と常に入話で生徒の尊敬を集める人格を高く評価し、神が姿を表すとしたらこの老先生のような 姿だろうという意味のことを記述している。ありがとうございます。